次は新生児マススクリーニング検査の項目の一つのフェニルケトン体について解説をしていきたいと思います教科書は53ページを見てくださいただこのフェニルケトン体については詳しいことはちょっとあまり書いていないのでこの,あの動画とあと詳しいことは実習の限定動画で解説したいと思いますでまずこのフェニルケトン体ですね でこのフェニルケトン尿症の,あの早期発見に使われるあの、検出される検査項目の一つですねで。このフェニルケトン尿症ですが、これは新生児におけるフェニルアラニンの先天,的先天性代謝異常症になります。でこれは常、えー、染色体劣性遺伝の、まあ、病気で、えー、原因としてはフェニルアラニンヒドロキシラーゼという酵素ですね。 これがあの遺伝的に、あの先天的にあの欠損している病気になりますで。このフェニルアラニンヒドロキシラーゼがあの欠損していると、えー、どういうことが起こるかというと、あのフェニルアラニン、これがあのチロシンに変換されない、えー、まあそういうあの反応が、えー、まあ阻害されると。でチロシンはあのドーパとかアドレナリンになるので、まあ、それができなくなってしまいますね。 でこのフェニルアラニンがチロシに変換されないので、このチロシにならないその前の,このフェニルケトン体っていうのがあの体の中にたくさんあの蓄積して、えー、尿中にもたくさん排泄されてしまうと、まあ、そういったあの病態になります。でこの,あのフェニルケトン尿症の臨床的意義についてですが、 えまずこの,あのフェニルケトン尿症っていうのは生後5日から7日であの血液中にフェニルケトン体があの上昇してきますもちろんこのフェニルラニンヒロキシラゼが欠損しているため、えー、そのフェニルケトン体が血中で増加していますでこの血液中にフェニルケトン体が増加すると、あのー、新生児に脳障害とか知能発達にあの影響を与えてしまうので これはできるだけ早くこのフェニルケトン体の蓄積がないかどうかっていうのを調べてやる必要があります。で、このもう一つこの生後2、3週間までにできるだけ早期にこのフェニルケトン尿症ですね、これを発見して今後新生児を育てていく際にはフェニルアラニンを含まないミルクで育てていくと。 そうすることによって、あの知能障害を後々の知能障害をあの防ぐことができると、えーまあ、そういったあの意義がありますので、まあ、これはあの非常に大事な検査になります。でこのフェニルケトン体というのは、フェニルケトン尿症において、当然血中にも増加してきますし、まあ、尿中にもたくさん出てくる。 ことになりますでこれは尿検査学ですので、まずこの尿検体についてのその特徴について紹介したいと思いますが、フェニルケトン体というのは比較的分解しやすいので、新生尿で迅速に検査するということが必要ですと。あと、保存する場合はマイナス80度に保存してくださいと、はい。で、フェニルケトン体の検査法について3つ紹介をしたいと思います。 一、えー、つ目は、あの、試験紙ですね。尿試験紙で測定する方法。もう一つは尿露し法という方法。であと三つ目は、これはガスリー法という方法ですね。で、えー、これについて説明をしていきたいと思います。で、尿試験紙で測定する方法ですね。これの原理はですね、あの、ちょっと長いですが、あの、塩化第二鉄、あ、えー、すいません、第二鉄イオンを、まあ、使って、これが、あの、酸性溶液中で、 フェニルケトン体、特にフェニルピルビン酸と反応して、えー、緑っぽい,そういう色を定色すると、えーまあ、そういった原理になります。でえー、試験紙の露シの中に硫酸第二デアンモニウムが入っていて、えーまあ、尿を浸すと、フェニルピルビン酸と反応して、えー、色、まあ、ちょっと緑から青っぽい色を定しますとで。これの感度が1 5 m g トルになります。 でただ、この方法はちょっといろいろ偽陽性反応があって、他のあの疾患ですね、ヒスチン血症など、アルカプトン尿症はまたやりますが、まあ、こういった病態でも陽性になってしまうと、あとは薬剤でもまあ陽性になってしまうと、まあ、こういったあのデメリットもありますと。これが試験手法になります。 で次、えー、尿露し法ですね。まあ、これはあの、まあ、原理は一番と一緒なんで、ほとんど一緒なんですが、あの露しに尿を浸して、今度はあの10%塩化大二鉄、これをあの適化して、あの色をあの観察すると、緑っぽい色を観察すると、まあ、そういうあの方法になります。で最後はの3つ目のこのガスリー法ですね。 で今説明した1番と2番っていうのは、これはあの新生児の尿検体を使用する方法なんですが、3番目のガスリー法っていうのはあの新生児の血液を使う方法になりますので、検、ま、体、あ、は血液になります。で特にあのかかとのですね、あの血液をあの、まあ、ちょっとあのカットして、戦、え、士、ー、の,の針では、針というか、メスであの、 かかとを戦死して、まあ、そこで出血した血液をあのロシに吸着させるという、まあ、そういった採血法をとりますで。このガスリー法というのはフェニルケトン尿症のスクリーニング法として、1961年に開発されたあの細菌抑制検査になりますで。方法としては、 えとちょっとこれあの、実習動画で詳しくまた図を含めて説明をしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、誤送菌を使いますね。誤送菌の発育には、このフェニルアラニンが必要なんですが、まあ、この代謝拮抗薬を、まあ、倍値にあらかじめ含めておいて、誤、え、送、ー、菌を培養するんですが、まあ、通常は誤送菌があ、その状態だと代謝拮抗薬があるので、誤送菌が培養しても発育してこないんですが、 その,あの寒天媒置にですねこの患者さんの新生児の,の,あの血液を染み込ませたろっですね、これをあの寒天媒置上に、まあ、置いてやると、その血液中にはフェニルアラニンがたくさんあの含まれていると。もちろん、あのあのフェニルケトン尿症の,場合あの患者さんの場合はですね。でそうすると、骨粗菌は血液中にたくさん含まれるフェニルアラニン。 によってこの代謝拮抗薬をさらに上回る量のフェニルアラニンがそのディスクの上にあるのでそのディスクの周辺にだけ菌が発育するとでこれは血液中に含まれるフェニルアラニンの量に比例してその菌の発育感が大きくなりますでその発育感の大きさをスタンダードと比較して えーまあ、大体どれぐらいのフェニルアラニンが含まれるかっていうのをあの、まあ、判定量していくという方法になります。で、これはですね、あのフェニルケトン尿症の早期発見に非常に適した方法ですので、えーまあ、さらにあの血液検体を使って調べられるということで、尿検体を,を使うよりも まあ早くこのペニルケトン尿症をあの診断できるということで非常にまあ重要な検査になります。ペニルケトン尿症についてはまあ以上になります。で次はアルカプトンについて解説をしていきたいと思います。